異形であるポートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、おい、なんだあれは。何か空から降ってくる。あんな死に方嫌だっちゃべる。誰か止めてんの。俺ゴムだから大丈夫だ。いた、ルフィ。おい、あれ、まさかクロコダイル。それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。ギャハハハハ。正解を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。やろうか。頼むぞ。やるじゃねえか。おや、次だ。やろうか。やるじゃねえか。分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うせえ、お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。
海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょう、戦国さん。無論だ。ルフィと仲間たちはエースを救うため処刑台へとひた走る。出てこいゾンビ兵ども、ここは戦場、死人の数だけゾンビは増やせる。潮に弱いんじゃったのモリア、お前さんのゾンビ兵は。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしている。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。その男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり。白ひげと目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにマジレーザー撃ってくんじゃないよ。いい加減に押してみる。バタ足、バタ足の顔を忘れてみるの。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクター・ベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。
正確には元バーソロミュークマ。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦うだけの化け物、パシフィスタ PX0。 囚われている処刑台へ向かうルフィ。仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。どけたし。が入ってんだ、やろう。お前は俺が始末する。お前の能力じゃ俺には勝てない。生きてここへ来ると信じておった。これを兄の手錠の鍵じゃ。えっ、韓国おめえってやつは。ありがとう、鬼切るよ。よいのじゃ、よいのじゃ、気にせず先を急ぐのじゃ。ルフィありがとう。行かせねえぞ麦わら。パフュームフェブル。控えよ、ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。
行くぞ野郎ども。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目、悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目、さて運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか、あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。こちらの…このゴムのガソリンが…おい、まだだ、よっ、セカンド、押し込む、ちくしょい、ロムだ、はっ、うっ、ほっ、この…ほっ、止め、ほっ、この番だ。このゴムゴムのゲットゴゲット、なかなかやる、よっ、全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル、まだ押し、よっ、このゴムゴムブレット、こちらの番だ。このゴムのピストル、死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方、その頃、モビーディック号戦場では、スクワード、無事だったか。さっきてめえに連絡を。すいません、おやさん、後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力は全てぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね、俺たちも全員あんたには第四がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやじ、おっさん、スクワード。
なぜお前がこんなことを。うるせえ。こうさせたのはお前らじゃねえか。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。俺だが、バギーはルフィに身代わりにされ、突如ミホークの前に放り出された。黒刀夜の一撃を受けるバギー。許さん。貴様、鷹の目だな。鷹の目だな。せーの、押し下がる。やっほー。押し下がる。やっほー。やっほー。おっ、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 こちらのポップ。このままで終わるのか。押し掛かる。押し掛かる。よっと、さらにと、ほっ、おいやっと。俺に任せろ。グラグラの実の力でマリンフォード島全体を傾ける白ひげ。対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り囲む海賊たちを処刑台に近づけまいとする海軍。煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ戦国は叫ぶ。これより速やかにポートガス D エースの処刑を執行する。なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。
なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。あの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。ひどいことするじゃないの。じいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。隊長、俺を一番隊隊長マルコ。を救うため海軍三大将に挑んだルフィだが力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青生地。しかし白ひげ海賊団一番隊隊長マルコの翼が氷の刃を阻んだ。侵入を許した。能力者は包囲壁を越えてくるぞ。決めるよい。さあフェザントバック。歩きなんだ。大元帥殿、湾内の海賊たちが妙な動きを。大津に向かって海を渡れ。何が何でも広場へ上がるんだ。そらってほっ、そらレッドそらふっと。
ー